ャプターが選べるみたいだ。チャプターを選択してくれ。どの任務がいいかな。始めよう。ナナミ、吉野ってこの家にあった指についてユージに言ってません。彼の場合不要な責任を感じるでしょう。お前に任せてよかったよ。で、指は？ちゃんと上に提出しましたよ。あなたに渡すと虎杖君に食べさせるでしょう。あ、先生、早くみんなのとこ行こうぜ。ユージ、もしかしてここまで引っ張って普通に登場するつもり？やるでしょ、サプライズ。いいね。何したらいい？先生、俺何したらいい？何もしなくていい。僕の言う通りにしろ。流れるままに。生きてるだけでサプライズでしょうよ。おんまたー。はい、京都のみんなにはとある部族のお守りを。そして東京のみんなにはこちら、個人の虎杖悠仁君でーす。どういうことだ。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。京都姉妹校交流会第1日目団体戦、チキチキ呪霊討伐猛レース。指定された区画内に放たれた2球呪霊を先に払ったチームの勝利となる。区画内には3球以下の呪霊も複数放たれており、日没までに決着がつかなかった場合、討伐数の多いチームに軍配が上がる。それ以外のルールは一切なし。こいつが例の死んでた1年か。そうみたいだな。パンダが喋った。シャケシャケなんて。入巻先輩は呪言した。言霊の増幅、強制の術式だからな。安全を考慮して語彙絞ってんだよ。死ねっつったら相手死ぬってこと？最強じゃん。そんな便利なもんじゃないさ。強い言葉を使えばでかい反動が来るし、最悪自分に返ってくる。語彙絞るのはトゲ自身を守るためでもあんのさ。で、どうするよ。団体戦形式はまあ予想通りとして、メンバーが増えちまった。作戦変更か。時間ねえぞ。おかか、そりゃ有事次第だろ。何ができるんだ。殴る、蹴る。そういうの間に合ってんだよな。こいつが死んでる間何してたかは知りませんが、東京校、京都校全員呪力なしでやり合ったら虎杖が勝ちます。東堂と戦ってる恵が言うんだ。
信憑性はある。面白い。よし、お前ら1年3人とあたしら2年で実践練習すんぞ。今から？時間ないんじゃ。軽く手合わせするだけだっつーの。確かに交流会前にユージの実力を見ときたいしな。シャケ。俺もです。誰にも負けたくねえんだわ。俺も割と負けたくない。そんじゃまあ勝つわ。パンダ、ジュグはどうした？俺パンダ、人間の言葉わからない。勝つ。私の番だ。かわすな。こっちで鍛えてたんだ。任せてくれ。まだ死んでただけじゃねえみたいだな。私のこと忘れんなよ。楽しみだな。今は無理だ。交流会始まっちまうから手早くな。シャケ。前に行く。バン。胴体ガラキ。はい、絶対許さねえ。よそ見すんな。やるな。まだ出せねえ。やる。つく。そんなのはどうだ。行こう。俺の手だ。そこ力を見せる。今は無理だ。俺に任せろ。気をつけた。私と思ったから。気をつけ。まだまだまだ終わってねえぞ。やめろ。こういう意味だ。ちくしょうか。やっぱ頼りになるな、シグロは。俺は俺ができることをやってるだけだ。どうやら恵みが言うだけあるみてえだな。身体能力はピカイチだ。シャケ。おっす、怖えっす。交流会の作戦の話だが、一番の課題は東堂だ。東堂は化け物だ。全員で相手にして全滅するのが最悪のパターンだから、足止めとして一人だけパンダか恵みを置いていくつもりだったが。イタドリ、お前に任せる。俺？勝たなくていい。できるだけ粘って時間を潰せ。でも先輩、やるからには勝つよ、俺。任務がいいかな。始めよう。宿儺の器。虎杖悠仁は殺せ。あれは人ではない。故に全て不問、事故として処理する。遠慮も躊躇もいらんぞ。くだらん、勝手にやってる。どうします？あの様子じゃ作戦行動なんて無理ですよね。勝手に暴れてくれるなら、私たちはゲームに専念すればいいんじゃない？でも私たちは虎杖悠仁を殺さなきゃでしょ。あの人、殺すまではやらないんじゃない？やりそうではあるけれど。そうなると東堂を監視し、虎杖悠仁にとどめを刺す役が必要だな。高専に所属する呪術師の中に
虎杖雄二のような半端者がいるのは有識事態だ。私たち全員で虎杖雄二を襲撃する。それで話って？光線に呪詛師、あるいは呪霊と通じている奴がいる。ありえない！呪詛師ならまだしも呪霊と？そういうレベルのが最近ゴロゴロ出てきてんだよね。本人は呪詛師とだけ通じてるつもりかもしれないけど、京都側の調査を歌姫に頼みたい。虎杖、何かあったろ？は？なんもねえよ。あったけど、大丈夫なのは本当だよ。むしろそのおかげで誰にも負けたくねえんだわ。ならいい。俺も割と負けたくない。そんじゃまあ勝つぞ。何しきってんだよ。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか？勝つぞ。それでは姉妹校交流会スタート。例のタイミングで索敵に長けたパンダ班と恵み班に分かれる。あとは頼んだぞ、ユージ。おっす。先輩、ストップ。よし、全員いるな。まとめてかかってこい。散れ。お返しだ一年、死ぬ気で守れ。悪い、誰にも負けたくねえんだわ。と切り込む。うわっ、そんなもん。観念したか。押し通す。びっくりしたな。うわっ、今は無理だ。切り込め。と、耐え切れるか。どうか。電撃だ。思いの行くぞ。と、ふっ。と、まだまだこれからだ。と、ふっ。本番。えぐいな。まだ出せる。まだ終わりじゃないぞ。なあ、すべて巻き込む。この時のプチドライ。一年、名前は？虎杖雄二。そうか、虎杖雄二、お前に一つ聞きたいことがある。どんな女がタイプだ？女のタイプ？なんで今そんなこと聞くんだよ。気にするな、ただの品定めだ。よくわかんねえけど、強いて言うなら、
ケツとタッパのでかい女の子かな。あ？地元じゃ負け知らずか。どうやら俺たちは親友のようだな。今名前聞いたのに？囲まれた！あれ？こいつら、俺のこと殺す気じゃね？私と虎杖の位置が入れ替わっている。言ったよな、邪魔をすれば殺すと。まあ虎杖、いや東堂の術式か。引くようだな。ちゃんと殺せ。それは虎杖次第だ。なんせ俺は親友に手加減するような野暮な男じゃないからな。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。この凄まじいパワー。小さい体で素の力は俺より強い。だから少ない呪力で打撃が成立する。だから呪力の流れから動きが読みづらい。だがこの時間差でぶつかってくる呪力、これだけは、これだけは違う。マイフレンド、その時間差でぶつかる呪力、それはお前の悪癖だな。決定権のことか。それで満足している限り、お前は俺に勝てん。そのレベルで満足していると、俺とお前は親友ではなくなってしまう。いいのか。どうしよう、それは別にいい。弱いままでいいのか。よくねえよ。そうだろう、マイベストフレンド。いい感じだな。よし、投げる。先生、前に出る。思いっか。マジでスタートだ。胴体ガラキ倒せ。うわ、俺の気力だな。いいスピードだ。俺に任せろ。どうしよう。俺に任せろ。
黒線へ、楽勝。携帯剣は人間離れした身体能力に通常遅れることのない速度の呪力が遅れることで生まれるものだな。トリッキーだ。波の術師では何が起こったか分からず混乱するだろう。威力も十分、その程度のやつが相手ならな。ではなぜ呪力が遅れるのか。それは呪力を流しているからだ。へそから胸を通り、肩、腕、そして拳へと呪力を流す。この体を部位で分ける意識が呪力の遅れを生む。俺たちは腹で物を考えるか、頭で怒りを発露できるか。いいか、イタドリ、俺たちは全身全霊で世界に存在している。当たり前すぎてみんな忘れてしまったことだ。ありがとう、東堂。なんとなく分かったもう言葉はいらないな。手加減はしない。全力で導く。死んだよ、イタドリ。登ってこい、高みへ。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか？鮭。リロキ、どう？鮭いくら、明太子。他か。死して賢者となりなさい。いくら、明太子。投げて、鮭。これはどうですか。肉シャケ、いくらシャケ、いくら危ないところでした。私にかかる戦いの前だ。距離を取る。ジャケ、止まれ、潰れろ。ジャケ、油断。しました。お
果か。いや、寂しさぎ。なんだこれは。犬巻先輩。ビケラ。任務がいいか始めよう。これでいいのか。負けねえ。戦に呪霊がいる。帳も誰のものだ。多分その呪霊と組んでる呪詛師のです。何か知っているのか。以前五条先生を襲った特級呪霊だと思います。風刺も報告と近い。ツナマヨ。そうですね、五条先生に連絡しましょう。相手は領域を使うかもしれません。距離を取って五条先生のところまで交代。戦うしかないのか。勝つぞ明太子。犬巻先輩、あまり無理をしないでください。赤か。やるな。見せつめできるんだよ。投げろ。肩ならし。たたみかける。行くめ。たたみかける。最高。行くめ。シャケ、スラッシャケ、リコメッシャケ、やるな。はい、リコメッシャケ、上から攻めろ。なに、合わせろ。シャケ、リコメッシャケ、私に勝つ。シャケ、ねまい。やめなさい、愚かな子らよ。なんだこれ。音では何言ってんのか分かんねえのに意味は理解できる。私はただこの星を守りたいだけだ。呪いの戯言だ、耳を貸すな。低級呪霊のそれとはレベルが違いますよ。森も海も空も、もう我慢ならぬと泣いています。これ以上
人間との共存は不可能です。時間さえあれば星はまた青く輝く。人間のいない時間、死して賢者となりなさい。始めよう。これでいいのか？いいぜ、やってやるよ。いいのがあるぜ。これを使うのは胸くそ悪いけどな。玉剣こん、まずは刀らしを引き飛ばしてやる。立て払う。そら、てめえの攻撃は見切れた。愚かなこらえよ。高速だ。この程度で横目、上から攻めろ。置いてくぞ。しばけた。右だ。これの一手楽しませてくれるじゃねえか。一戦しんどけ。自然の意見やるじゃねえか。私を舐めすぎだな。まずは一人だ。二度と三節棍なんて使わせないでください。扱いづらい。慣れると便利。めぐみ、マキさん、クソ、俺がしくったせいだ。術師というのはことのほか情に熱いのですが、仲間が傷つくたび隙が生じる。呪力を振り絞れ。腹が裂けても俺はみんなとは違う。守る人間を選べ。俺が一番背負っていない。だから俺が先に倒れるなんてことは許されねえんだよ。めぐみ、やめろ。私らの仕事は終わった。戦士交代だ。いけるか、マイフレンド。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。これでいいのか。勝つぞ。俺は手を出さんぞ。虎杖、お前が国戦を決めるまでな。国戦を決められず、お前がどんな目に遭おうと、
俺はお前を見殺しにする。オス宿儺の器、なんだあの男、謎のふてぶてしさ、よほどの術式を持っているのか。そして黒閃刀、お前話せるのか。一つ聞きたいことがある。お前の仲間に継ぎはぎ面の人型呪霊はいるか。いる。と言ったら、怒りは術師にとって重要なトリガーだ。相手を怒らせてしまったばかりに格下に遅れを取ることもある。逆もまたしかり、怒りで呪力を乱し実力を発揮できず負けることもない。友を傷つけられ、そして何より親友である俺との蜜月に水を差され、お前が怒髪昇天に陥ってしまうのはよく理解できる。だがその怒り、お前には余る。今は収めろ。消えたか、雑念は。ああ、雲一つね。サンキューソーマッチ、ベストフレンド。さあ、どうか。さあ、打撃的0.00001秒以内に呪力が消滅した際にし、まだ出せねえ。威力は平均で通常の 2.5 増。そんなので出せない気持ちは存在しない。だがしかし、黒閃を経験した者とそうでない者、呪力の核心との距離に天と地ほどの差がある。私に勝てるとでも、今なら見逃す。敵の感覚を、弾はまだ飛ぶ。出ません。気を抜きました。胴体ガラケ、そこだ。欲しいしない。戦いが、振り抜く力がみなぎってきました。なったな。任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。今のが黒閃。なんだこれ、俺の呪力だよな。呪力の味を理解したんだ。コングラチュレーション、ブラザラ。お前は強くなれる。宿儺の器は術師として未成熟と聞いていた。加えたあの謎の男、その他大勢とは何か違う。
準備はいいか、ブラザー。おさあ、調理を始めようか。多少本気を出した方が良さそう。協力していこう。任せろ。行くぞ。こんなものか。まだまだこれからだ。思いも行くぞ。飛ばし思いも行くぞ。合わせろ。行くぞ。こんなものか。まだ終わりじゃないぞ。逃がしなさい。狙いによ。ドライ。マヒト、私は今戦いを楽しんでいます。大丈夫か、ブラザー。おまんた頂上では、俺の術式を解禁する。前使ってなかった。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。退屈させるなよ。だが術式について詳しく説明している暇はない。俺からお前に言えることはただ一つ。止まるな。俺を信じろ。オッケー、二つね。不測の事態を考慮した上で IQ53 万の俺の脳内 CPU が弾き出した結論はビクトリー。なぜなら俺は一人じゃないから。ブラザー、お前がいるから。まだまだこれからだ。ゆえにやっく、そう、俺の力は相手と自分の位置を入れ替えるブギウギ。どうだ。仕留めるぞ。合わせろ。あげるぜ。何？違います。これが戦いの快楽。前に出る。俺の全力だ。強い。すごい。俺の全力だ。ずーっ。国戦。面白くない。大したもので切り込む。くっさい。楽しませてくれ。あげるぜ。何？どけ。遊戯させます。飛んできた。一緒に戦う。行くぞ。おわ。ブラザー、やったな、ブラザー。おわ。楽しませてくれ。負けません。私前に出ない。スペラインだよ。戦いを勝ち急がない。楽しませてくれ。できることなら
使いたくはなかった。トド来るな、ブラザー。とんでもない重力出力だ。あなたの術式があればかわすのはたやすいでしょう。ならばどうする。領域転。あいつは逃げがうまい。ユージのところまで距離があるな。仕方ない。少し乱暴しようか。術式順転青、術式反転赤。引きます。五条悟を相手にするほどおごっていない。ざけんな。何がしてんだよてめえらは。待て、ブラザー。トード、なんで止める。それ以上進むな。巻き込まれるぞ。挙式。紫。相変わらず規格外だな。これでは払えたかどうかもわからん。一件落着ってわけにはいかないか。花見、ずいぶんとやられたね。けど花見が引きつけてくれたおかげでこっちはバッチリさ。ほら起きて帰るよ。真人、殺意にブレーキをかけるのストレスがたまりますね。花見も呪いらしくなってきたね。どの任務がいいかな。始めよう。とりあえず今は学生の無事を喜びましょう。だが交流会は言わずもがな中止ですね。ちょっとそれは僕たちが決めることじゃないでしょう。ん？
チャプターが解放されたぞ。